バラ、イノ、ギャル、ナラ、ウチ、ララ、シの時の距離感と姿勢とか見たの。ちょっと危なかった。うまい。バイバイ。スポーツ選手もたくさんいるとき
トライアウト。初上陸。ダンク。じゃあね。1、2、5、1、2、3、4、5、1、2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 
いただきます。誰も仕掛けもない。だったのパリドーファミこんなにうるさかった。練習終わりました。食器洗うか洗うか。というわけで今週もお疲れ様でした。やべ、全然何よく考えてねえわ。やばいな。まあ、この時期ね、受験皆さん受けた人も多いと思うんで、まず、ねぎらいの言葉というか、もう僕ね、受験人生で受けたことないんですけども、ひとまず、受験お疲れ様でした。ほんと毎朝ね、しながらにいつも行って練習やってるんですけど、電車に乗ってる間とかに勉強してるね、学生さんだったりとか、めっちゃ多いんですよね。まあ、ひとまず本当にお疲れ様でした。この間ね、新宿駅で、JR から小田急線に乗り換える小さい改札があるんだけど、その改札の前でね、学生が10人ぐらいいたと思うんだけど、ネクタイした学生さんがいて、もう僕はもう10メーターぐらい離れておくから、スティーブじゃん？スティーブじゃん？みたいな、もう聞こえてたんですよ。で僕ね、ちょっと、正直言っていい？すかしちゃってました。すかしちゃってて、正直気づいてたし、ちょっと手振ったりとかすればよかったんだけど、ちょっとすかして、まあ、イヤホンしてたっていうのはあって、ちょっと気づいてないふりしてすかして、そのまま JR から小田急に、何事もないかのように、通過していきましたけども、次からね、写真撮りますんで、声かけてください。しっかりと。で僕も、スティーブンで聞こえたら振り向くんで、写真撮りましょう。皆さんの高評価だったり、コメントがないと、YouTube ってやっぱ続けれないっていうのもやっぱ事実であると思うんで、そのモチベーションの一つだから、僕をね、認知してくれてる、視聴者さんに対して、もっとこう、オープンに接していこうかなっていうふうに思うんで、特に品川駅とか、新宿駅とか僕いますんで、ぜひ、声かけてね。
くれたら、まあ急いでたらちょっと写真とか撮れませんけど、写真撮ってくださいとかね、一言声かけてくれたら全然撮れます。でメンションしてくれたら全然メンション返せますんで、皆さんぜひ声かけてください。え、セブじゃないって聞こえたら、もう自分から歩み寄って、あ、写真撮れますかみたいな。その時はドヤ顔で、え、写真撮れますかって言っていこうかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで今回も動画こんな感じで終わろうと思います。いやー、このレザーのこの服、そしてこのピアスとサングラス、合計して87+8、これが今日の顔です。